こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 室で儲けるコツ、儲かる商品選びで大切なことですね。えー、商品は、ま、数打てば当たります。まあ、あえて言えば質より量と、ま。時間とお金をかけずにどんどん仕入れて出品して儲かるか試すと。ま、これが重要ですねで。なかなか儲かる商品が見つからない、ま、3つのケース。 まあ第一にですね、まあ、考えすぎて仕入れをしないとね。ね、まあ、仕入れをしないとね、それは売れるかどうか分かりようがないんで、まあ、なかなか、えー、儲かる商品見つかるわけがないと。2番目、仕入れをしたけど出品しない。これね、出品しないと仕入れをしてないのとね、同じ状態になりますんで、 えー、もう物がね、溢れれえっちゃってる場合が結構あります。これ、仕入れのうまい人に限ってね、よくあります。私もそうなんですけど、買うのは好きだけど、出品めんどくさいというのがよくあるんでね、えー、出品をしないといけないです。それから、いきなり勝負に出て敗北すると。これね、えー、交渉に時間をかけて、良い条件で仕入れ契約をした。あるいはね、販売代理店になった。しかし売れないというのありますね。 え、いきなり代理的契約を狙って結びました。しかし売れません。ね、よくある話ですね。えー、まあ、あるいはね、交渉に、えー、時間をかけたけど、交渉でね、えー、全く失敗したと。まあ、販売実績もないのに交渉しても通常はなかなかまとまらないでね、そっちのケースが多いかもしれないです。まず、安く有利にね、えー、仕入れをしようというところから始まってしまうと、まあ、一見ね、正論に見えるんですけど、 え、仕入れはしたけど、え、それ売れないというのがね、え、よくあるパターンなんで、このいきなり、ま、仕入れに時間をかけて、え、代店契約を結ぶとかね、大量に仕入れをするっていうのは、かなり、え、効率の悪いというか、賞賛の低い、ね、え、負け戦になる可能性が高い方法です。また同じようにね、え、まあ、日本で買うと高いからということでね、いきなり海外仕入れにチャレンジした。海外仕入れにね、 えー、初心者の方がチャレンジして、えー、旅費を上回る、えー、利益を上げると。これははっきり言って、ほとんどのケースでありえないです、ねえー。まあ、いきなり行ってもね、よくわからんとで。仕入れ旅行はね、えー、儲かる商品がわかってない段階で行っても、まあ、全然楽しくないです、ねまあ。だからね、いきなり仕入れに行っちゃってね、えー、まあ、売れると思い込んで仕入れたものが全く売れないというのはね、 いや在庫は、えー、た,たんまりあるわね。金は使って仕入れ資金は乏しくなったわ。体は疲れたわで、まあ、本当にろくなことにならないんで、まあ、いきなりこの海外仕入れにチャレンジというのはね、おすすめできないです。それから、初めから仕入れ資金を全額ぶち込んだと。しかし売れなかったと。これね、小分けにしてください。あのいきなり全額ぶち込んでね、売れない商品ばっかり買っちゃうっていうのはね、 これもやっぱりありがちなんで少しずつ小分けにしてね売れるか売れないかテストして売れるもののその商品のね似たような商品をどん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 増やしていくと売れないもんはすっぱり諦めるこれでどんどんテストしていくのが儲かる商品を見つけるコツですでね1日1商品見つけていけば毎月30商品テストできます3ヶ月で90商品 これだけテストすれば儲かる商品は見つかります。で逆に言うと、1日で1商品見つからないやり方はですね、えー、まず儲かる商品は見つかるまではやめた方がいいです。1週間とかね、10日かかって1商品しか見つからなかったら、100商品、ね、例えば10日かかって1商品見つけるんだったらね100商品、100商品見つけるためには1万日必要になるわけですね。1万日って何年 ?30 年以上 えまあそんだけね、やったらね、もうあの下手したら寿命来て死んじゃいますんで、1日1商品見つかる方法で、まず商品を見つけていくというのをね、意識してください。時間とお金をかけずに、どんどん仕入れて、出品して、儲かるか試すというのは本当に重要ですで。仕入れ資金が心細かったらですね、無在庫で試せる eBay で販売するのがおすすめです。ただし、中国仕入れの商品はね、eBay で販売しても儲かれません。 ま日本で仕入れられる商品で ebay で高く売れる商品がないか、ねこれをどんどん出していくというのがおすすめですね。でまずは何しろね何度も重要なんで言いますけど、時間やお金を使わないで済む方法でたくさんの商品をテスト販売します。このね、時間とお金を使わないと、まあ、お金は安いもの買えばいいんですけど、じゃどういうものだったら時間かからないのか、まあ、その辺のことをね、 はじめにスカイプなりチャットワークなりでえ何を持ってるか不用品を売った、売って儲かったものはないかとかね、何かの商品知識はないかとか、近くにどんな店があるか、この辺のことはえ時間を使わないで仕入れができるようにえヒアリングしてます。そ,そういうためにやってますっていうのをね、今までそういえばあんまり言ってこなかったんで、ちょっとね、誤解されてる部分とか、何のためにね、ヒアリングをしつこくしてるのか、その辺をね、 はっきりさせておこうと思いまして、この動画作ってますけど、時間とお金をかけずにたくさんの商品をテストするというのが非常に重要です。で、Amazon の場合ね、何しろこっちの方で販売のためにね、集客するとか、売れたら梱包を発送するとかね、クレーム処理するとか、そういうのが一切何もやらないで、全部 Amazon がやってくれます。だからね、商品を買って送るだけで Amazon があとはやってくれるわけですから、 えー、例えば、1商品ね、えー、1500円のものを買って、送料500円かかったとしても、2000円かければね、20万円で100商品でテストできるわけですね。ここにやっぱり着目するのが一番効率がいいんで、まあ、あんまり交渉に時間をかけてね、えー、良い条件で仕入れ契約をしたと、ね。でもこれ時間かかってたらね、先ほど言ったように10日かけたらね、30年かかっちゃうわけですね。だから仕入れ交渉をするのは、 テスト販売で儲かりそうだと、ね、判断できた商品だけに絞ってください。実際に売れてみて売ったと。例えば5000円で、ね、何かの商品を売ったとで仕入れ。仕入れはね、これ売れそうだと思ったんでテスト販売のために5000円で仕入れをしたと。それでも OK ですね。ただ、売れた後にその商品を、ね、1000円に売り、ね、あの仕入れが下がらないのか。そういうふうに、ね、やった方が はじめから制限に下がったものだけをテストするとか、やるよりは効率いいです。これはね、おもちゃとかじゃなくて、えー、中国仕入れとかね、日本で製造するときの話ですけど、えー、仕入れのとこでね、時間かければね、取引もしたことない人がね、電話1本で10分で、OK、じゃあね、半、え、値、ー、で下ろしますとかいう話には普通ならないんで、えー、仕入れの方はまず売れるってわかるまでは、えー、ほっといた方がいいです。であと、海外に行ってね、 仕入れてくると。海外仕入れでね、100種類の商品を仕入れるだけのとこを繰り返せるかってことですね。まあ一度に100商品仕入れてくる方もいますけど、大抵ね、えー、売れそうな商品を仕入れてくると。で、よくあるのは、みんなが売れそうだと思うからね、えー、実はライバルに負けて売れなかったとかね、あるいは売れはしたけど儲からなかったというようなことがよくあります。まあそういうのを考えるとね、えー、やっぱり、えー、まあ10回、 まあ多くても5回には分けたいんでね、5回渡航を繰り返せるかってことですね。まあ、普通は無理なので、えー、日本で仕入れた方がいいです。まあ、日本がね、えー、中東とか、ね、アフリカみたく、物があんまりないとこだったらね、えー、それはいきなり海外に行って仕入れるってのもあれなんですけど、逆に日本にないものを探すのは難しいぐらいね、日本は物で溢れかえってますんで、日本で探せば十分です。 また私がね、現地に行って、えー、その仕入れの状況を確認して報告してますんで、渡航の必要はないです。まあ、旅行好きでね、儲かって経費計上したいときは、気楽に仕入れ旅行に行くのもいいですね。まあ、手軽に100商品試せるようにサポートしています。まあ、あまり考え込まずにですね、金や時間を使わないで済む方法で、たくさんの商品をテスト販売しましょう。またご質問がありましたらお待ちしています。以上、天場アカデミー、堀秀夫でした。